物理学入門ということで簡単に話します。理学博士の沢山慎太郎です。目次です。1物理学とはどういう学問か ?2 物理学のいろいろな分野の紹介。A 力学。B 電磁気学。C 熱力学。D 解析力学。E 量子力学。F 統計力学。G 場の量子論。 H 一般相対性理論。I 曲がった時空での場の量子論。J 量子コンピューター。K 物性物理学。物理学とは、どういう学問か、簡単に説明します。毎日の自分たちの身の回りや、生活を見てみよう。朝に太陽が昇り、夕方に太陽が落ちる。そして、春夏秋冬がある。一年があり、一日があり。 1>, 1時間があり1分があり1秒がある。地球は1日に1回自転をしてその地球は1年に太陽の周りを一周する。地球は太陽の周りを楕円運動していると分かっていて太陽はその焦点にあると分かっている。地球は太陽系の中の一つの星である。銀河には 太陽系と同じようなものが大量に入っていて、い今我々の住んでいる銀河は天の川銀河と呼ばれる渦巻き状の銀河であるそのような銀河が宇宙空間には大量に存在している宇宙の年齢は137億年と言われていて地球ができてから46億年と言われている生命の誕生からは四十億年が経過したと言われていて 人類は誕生してからまだ100万年くらいしか経っていないと言われている。地球には山や川や海があり、多くの植物や生物が暮らしている。我々人間は多くのものに囲まれて暮らしている。家の中にはテレビがあり、電子レンジがあり、冷蔵庫があり、パソコンがあり、スマートフォンなどがあり、家の外には 車や電車や新幹線や飛行機が動いているそれらの世の中のすべての根底にあって世の中を支配しているのが物理法則である物理学を学ぶのは真羅万象のもとを学ぶのと同じであるまた人間の社会もその物理法則の上に成り立っている物理学を知るというのは世の中の根源的なものを知ることと同じであり物理とはものを知ることと同じであり 物の理と書いて物理である基本的に物の断りを追求するが時空というものも追求するのが物理学である物理学のいろいろな分野の紹介力学力学は物理学の基礎の分野となっていてこれを理解しないと一歩も前に進めないようになっているまず世の中には力というものがありそれによって 物体がどのように動くのかわかるようになっている。ニュートンの法則には3つあり、それが力学の3つの基礎になっている。その中でも、第二法則が運動方程式と呼ばれてこれを解くことが力学になっている。力にはいろいろあって、一様な重力や摩擦力、効力や浮力、バネの力、糸の力などがある。我々は、 3次元の空間と1次元の時間の時空に住んでいるのでその中での物体の動きを調べることになる。力学は古典物理学の一つになっている。古典物理学には力学の他に解析力学や電磁気学一般相対性理論などがある。古典ではないものは量子化されている物理学である。力学では初めに 質点なるものを扱う。これは物の大きさなどを無視したもので実際には存在しないが簡略化のために質点なるものを扱うのだが大体はこの近似で済んでしまう次に大きさを持っているが弾力を持たない合体というものを扱いその時に回転なるものを考慮に入れる次に弾性体を扱うがこれは 工学の分野では材料力学と呼ばれている。力学を扱うために波状微分方程式の知識が必要になる例えば高校物理では男性体が少しだけ登場して跳ね返り係数なるものが登場するまた惑星の運動などもニュートン力学の範囲内である程度わかるようになっているまた コリオリの力ななるるものもものののの力力学で扱うものの一つになっているコリオリオというものは地球が自転しているために働く完成の力である電磁気学高校の電磁気学では空論力や磁力アンペールの法則電磁誘導などを扱うがそれらをまとめたものがマクスウェルの方程式になるこのマクスウェル方程式を扱うのが電磁気学である 電荷は電子により生まれて電流は電子の運動によって生まれるのだがそれには物質の最小単位が原子であることを理解しないとならない原子の中の陽子や中性子はさらにクオークに分割されるがそれは場の量子論でわかるようになっている電波と磁場というものが非常に重要な役割を果たすのだが磁場には電子のようなもの つまり、単磁子はない。というか、単磁子はまだ発見されていない。磁場や磁界は、あくまでも、電子の運動によって引き起こされて、磁場は閉じているものである。ダイナモ理論という太陽のメカニズムを研究している人は、単磁子があるように研究しているが、一般的には単磁子はないと考えられている。マックスウェル方程式を扱うのには、 ベクトル解析を理解する必要があるのだがそれは難しいと思われていて多くの人が挫折するところになっている電磁気学は場の古典論の一つで場の古典論には他に一般相対性理論がある場の古典論から場の量子論へと発展しているので場の量子論を理解する上で必修の分野でもある工学の分野では 電気電子工学としてその一部だけが扱われる。また電波も電磁気学で扱われていてそれは w i f i などの電波の原理になっている電磁気の力は光が媒体する。光とは何かとはまた別の機械に話そうと思う。熱力学熱力学は基本的に高校の熱力学の延長なのだが 熱量なるる。ものを扱っている重要なものはエントロピーという量やエントロピー増大の法則や絶対零度であるがこれらは統計力学へつながっている。熱力学の第1法則は熱量に関するものであるが熱力学第2法則はエントロピー増大の法則であり第0法則は絶対レードが −273°C ということである。また 熱力学の量を別の2つの熱力学の量で表すこともできるがそれらは非常に古典的な研究であるあくまでも統計力学に入る前段階のものが熱力学であると自分は思うここでエントロピー増大の法則について簡単に説明しておきたいと思う一滴の黒いインクをプールに落とせばプール全体にインクが染み渡っていくのだが プール全体に染み渡ったインクが元の一滴になることはほとんどないあるかもしれないがそれは確率的に非常に少なくて宇宙が終わるまでにはありえないかもしれないこの一滴のインクがプールに染み渡ってその逆はないというのがエントロピー増大の法則である統計力学においてはエントロピーは情報量として定義されて その情報量が増大するるとということであるそれは何かから導かれたものではなくて原理になっている解析力学一般力学を突き詰めていくと解析力学という分野が開けてくるようになっています座標と運動量を別々の量として扱いそれらを位相として扱います2つの重要な方程式が得られていて ララグランジュ方程式とハミルトン方程式の2つです。記述方法が違って、ラグランジュ形式とハミルトン形式と言います。また、ラグランジアンとハミルトニアンというエネルギーに相当した量があります。これらの方程式を使うことによって、あらゆる力学系の方程式を解くことができます。ただ、微分方程式が解けない場合は解けないです。 ハミルトン方程式のポアソン括弧は量子力学のシュレディンガー方程式につながっています。また、解析力学はベクトルファイバーとしても定義できます。また、力学系のいろいろな対称性も分かるようになっていますが、古典力学は突き詰めていくと一般相対性理論なので、それらの対称性は実際には成り立っていないです。また 解析力学を突き詰めていくとシンプレクティック幾何学に行き着きますこの解析力学が量子力学や場の量子論の基礎になっています量子力学この世の中を作っている物質を考えてみると最小単位があるのがわかるようになっています金属も木材も生物も最小単位は原子になっていますさらに 原子の中の原子核の陽子や中性子はクオークから成り立っていますがそれは場の量子論で扱うようなテーマですしかし物質のミクロな性質を調べていくとあらゆる粒子には点として振る舞う粒子性と波として振る舞う波動性の2つを持っていることがわかりますこの2つの性質を持っているものを量子と言います その量子の振る舞いを扱うのが量子力学です。量子力学の基本方程式としてシュレディンガー方程式があります。また、別の形式としてハミルトン形式もあります。これは、先ほどのポアソン括弧の量子的な拡張の一つです。量子力学では、運動量を微分で置き換えることになります。 量子の波動性にについいててては、二重スリット実験によって確かめられています。物理量としてエルミート演算子というものが登場してそれは行列に登場する量ですまた有名なものとしてトンネル効果などがあります量子力学ではさらにスピンというものも登場しますそれは電子の回転量のようなものですが 上か下しかないような量です。ベルの論文によって隠れた変数がないことが分かっています。観測するまでどのような状態にいるのかわからないということです。量子力学には多粒子系があり、そこでは近似計算が行われています。また、第二量子化というものもあります。量子力学と特殊相対性理論の組み合わせで和の量子論ができ、 量子力学から量子コンピューターへつながっているものもあります。統計力学量子力学ではミクロなものの性質を扱いますが、統計力学ではマクロなものの性質を扱います。基本的に根底には統計数学があるのですが、カノニカル近似などは物理的な統計を使います。ミクロカノニカル分布、カノニカル分布、 グランドカノニカル分布の3つが主にあります。非平行形を扱った統計力学もありますがそれは統計力学とは使っている数学が随分と異なるものです。統計力学によってマクロなものの物性がわかるようになっています。統計力学の発展系が物性物理学です。量子の統計も扱いウォーズ統計とフェルミ統計とあります。 統計力学ではエントロピーを情報量として再定義します。そして統計力学から熱力学の処方則を導き出すことができます。また時生体を扱うことができたり相転位を扱うこともできます。物性物理学の基礎となる分野です。場の量子論。量子力学に場の古典論と特殊相対性理論を入れると。 場の量子論ができます。まず電磁気力と弱い力が統一されるようになっています。また強い力まで入れると対称性から全ての粒子が質量を失うようになっていてそこでヒッグス気候というものを仮定してヒッグス状を入れると質量を持つようになります。対称性の自発的な破れと言います。場の量子論では、 フェルミ粒子とウォーズ粒子の両方を扱います。ウォーズ粒子はクラインゴルドン方程式に従い、フェルミ粒子はディラック方程式に従います。また、場の量子論では、グリーン関数という粒子の時間発展を記述した関数を扱い、その計算には経路積分法が使われています。また、粒子と粒子の衝突を扱います。これは 量子力学でも扱うので、その拡張になっていますが、S 行列というものが、粒子と粒子の衝突を記述します。また、場の量子論においても、いろいろな対称性が存在しますが、それは、ローレンツ空間に依存するような対称性です。実験では、大型の加速器による実験や、日本のスーパーカミオカンデによる実験があります。また、 経路積分においては、特定の積分が発散するので、その発散を抑える繰り込みというものも行います。場の量子論は、大学院生以上が勉強するような分野です。また、この延長で、ストリング理論というものがありましたが、最近ではストリング理論は否定されています。一般相対性理論、量子力学や場の古典論や、特殊相対性理論では、 平坦な時空を考えていましたが、実際の我々が住んでいる宇宙は実は曲がっています。質量によって時空がえがむようになっていてそれを表したものがアインシュタイン方程式です。最近になって重力波が観測されて一般相対性理論はより強い証明を得たところです。ブラックホールも一般相対性理論で扱うような研究テーマです。 ちなみに、自分は一般相対性理論の研究をしています。一般相対性理論において少し拡張すると宇宙論という分野に入ることができます。最近の研究では宇宙の揺らぎがどのくらいか分かるようになっていて自分たちが観測できる宇宙の広さも知ることができるようになっています。また、たポアンカレ予想も説かれたので、 宇宙にドーナツのような穴が開いていないということも分かりました。一般相対性理論は力学の上位にあるようなもので、近似によってニュートン力学を導けるようになっています。宇宙論の中には星や銀河を扱ったものもありますが、それは少し分野が違います。また、ビッグバンもこの分野ではないです。ビッグバンでは、 宇宙初期における元素合成が研究されています。一般相対性理論によると物質の軌道は測地線の方程式に依存してそれは解析力学とはかなり異なるようになっています。また時間と空間を分ける3プラス1分解というものもありそれは量子重力で応用されたりします。また ブラックホールと熱力学の法則も対応していてそれも研究されています曲がった時空での場の量子論自分が本当にメインでやっている研究分野がこれです一般相対性理論の曲がった時空の中に場の量子論を入れるとこの理論ができます宇宙膨張による粒子の生成やミラーの動くことによっての粒子生成などを導くことができます また有名なホーキング効果を導き出すこともできます。これはブラックホールが無限遠方で粒子を生成していてブラックホールが最終的に消滅することを示したものです。自分はこの問題をバックリアクション効果として解決して最終的にブラックホールが消滅するのだと証明しました。曲がった時空での場の量子論にも場の量子論と 同じようにグリーン関数がありそれさえ分かってしまえば粒子の時間発展がわかるようになっていますが計算は非常に複雑になっていますまた和の量子論と同じように発散するタームがあってそれを取り除く繰り込みがあります自分は時空が正準量子化されると思って量子重力理論に取り組んでいましたが 最近だと時空が正準量子化されるのかどうかはわからないと思っています。したがってこの曲がった時空での場の量子論が本当の統一理論になるかもしれないです。量子コンピューターこれも昔自分が研究していたものですが量子力学を少し応用してコンピューターを作ることができます。アルゴリズムで、 古典的なコンピューータを上回るものがいくつかあります例えば因数分解ではショアのアルゴリズムがあります。これは古典的なコンピューターでは指数関数的な時間がかかっていたものが量子コンピューターでは多項式時間でできるというものです。このショアのアルゴリズムによって量子コンピューターは一気に注目を集めました。 検索のアルゴリズムも古典的なアルゴリズムに比べると速いようになっています量子力学での重ね合わせの原理を使うので計算速度が速いようになっていますまた量子テレポーテーションというものも考案されていますただこれは情報のやり取りは高速を超えることができずに一般相対性理論と整合性を保っています 最近では量子コンピューターでは技術的な話が多いです。物性物理学。物性物理学は広大な分野ですが、一つに個体を調べるものがあります。個体物理学とも言われます。個体物理学では、個体の中の振動をソリトンとして和の量子論の粒子のように扱います。それによって、 光を吸収するブリリアントゾーンの計算ができるようになっています。また、磁性体を扱ったり、潮流体や超伝導を扱うことも可能です。ソリトンの動きを、場の古典論のように扱うと、量子統計というものを導くことが可能です。また、物性理論では、相転位も具体的に扱えるし、合金も理論的に扱うことができます。 理論もも実験も大量にあるような分野です。自分はこの専門家ではないです。これで終わりです。一般の人向けに簡略化して話しているので雑な場所もあるかもしれないです。そこはすいません。